皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけでですね、今回は久しぶりにいろいろな購入品を紹介していこうと思います。はい、というわけで、クリスマスコフレ買った時とかについでに気になってて、一緒にね、ネットで買ったデパクスのアイテムもあれば、なんかドラスト系で気になって買っちゃった、まあリップが主なんだけど、そういうアイテムとか韓国コスメとか、まあいろいろセフォラとかもあるので紹介していこうと思います。じゃあまずは最初どこから行こうかな。あ、これ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 、なんかみんなが買っててすごい気になっちゃってたやつ、ついに買ったんですよ、アマゾンで。こちらちょっと数は6個あるんだけど、ミシャのこういうやつのアイシャドウです。はい、ってことでね、すっごい人気だよね、このミシャのアイシャドウで。私なんかこれ見た目的にね、ホログラムが入ってるって勝手に勘違いしてたら、なんか見た目そういう感じだけど、塗ったらキラキラになるよっていう、普通のキラキラになるよっていうアイシャドウだったんだよね。私めちゃくちゃ勘違いしてた。全然なんかよく調べもせずに買ったんだけど、でもね、色味はすごい可愛いです。いろんなタイプ買ってきたんだけど、これパッと見たらさ、ホロ入ってんのかなと思わない？でもホロではないんだけど、これとかだとちょっと青っぽいところとかいろいろあって、まあ色味が違く見えたりとか、ちょっと面白い感じのシャドウですね。ダメ感は細かくて、で、あのキラキラって言っててすごい可愛いので、なんか何種類か買ってみたんですよ。オレンジっぽいやつ、薄ピンクっぽいやつ、ちょっとボルドーっぽいやつ、ブラウンだけどちょっと青系が入ってるやつ、ブラウンでちょっと黄色っぽいのとピンクっぽいラメ入ってるやつで、赤っぽいやつっていう感じで、いろいろ買ってみました。ちょっとね、でも触った感じはすごく可愛かったんで、はい、これに合わせてまたね、メイクとかもねしていこうと思います。完全にこう混ぜて一色としてのせるのか、こういう感じでのってんじゃん、こういうパラパラって、そこのこうちょっと変化のある感じを楽しんでのせていくのかっていうの、なんかのせ方とかでもちょっとね、いろいろ変わりそうなので、使ってみるのが楽しみです。というわけで、ちょっとデビューが遅くなりましたが、買ってみましたっていうやつです。はい、では次、じゃあ韓国コスメ紹介したから、その続きでいこうかな。日本のネットで買ったんですよ、エチュード買ったんですけど、まずはね、一つ目こちら気になって買ったんですけど、エチュードハウスのリップスクラブスティックです。で、なんでこれをね買ったかっていうと、私最近プチプラでハマってるリップスティックがあるんだけど、これね、愛用してる人も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、レブロンのキスシュガースクラブっていうのを使ってて、お砂糖のスクラブでリップ塗りながらしっとりしてくれるんだけど、スクラブもしてくれるよみたいなやつだったんだけど、似たようなねものがあのエチュードにもあったんで、どうかなと思ってちょっと比べてみたくて買ったアイテムです。で、こっちはね、ちょっと面白いのはミルクチョコレートっていうことで、香りがついてるみたいだから、またちょっとそれもね面白いところなんだけど、わお、こんな感じになってますね。アカリンのやつのリップみたいな、こうまっすぐなスタイルで、よく見るとね、つぶつぶが入ってます。香りが懐かしい。昔さ、小学生の時さ、消しゴムとか集めるの流行んなかった？集めた時にさ、なんかこうポッキーの香りとかチョコレートの香りとかいう消しゴムあったじゃん。まさにそんな感じで、結構ずっと嗅いでたいぐらい懐かしい作られたチョコレートの匂い。うわー、意外とこういうなんかちょっとおもちゃっぽいチョコみたいな匂い大好きだから、はい、ちょっと面白いですね。まあちょっとお菓子っぽい匂いがコスメについてね嫌だよっていう人はあれだけど、まあ一応こう戻るタイプなんですけど、あの面白いと思ったんで、ちょっとスクラブがどんぐらいの感じで入ってるのかとか、また試していきたいと思いますっていうので、ちょっとあの試してみたくて買ったアイテムです。2個目がこちらで、あと2つエチュードで買ったものがあるんですけど、1個がこちらちょっとめちゃくちゃ色明るすぎたかも、ネットで買ったら。こちらですね、エチュードハウスのビッグカバーフィットコンシーラーです。なんかフィットルックも良さそうで気になったんで、あ、でもまあ乗せてみるとそうでもないかな。あ、でも割となんかボテッとつかない割には結構カバーしてくれて、ストレッチ感もありそうだから、ちょっとこれもね試してみたいかなと思います。なんでこれにしたのかっていうのは、別に口コミを見てよかったからとかじゃなくて、なんとなく気になったっていう理由で買ったんですけど、はい、あのコンシーラーを探す旅は続いてるのでね、その一つとして買ったアイテムです。はい、で次はですね、こちらです。じゃーん、エチュードハウスのエニクションカラーコレクターのミントです。で、なんでミントを買ったかというと、私はね動画にもしてるのでご存知の方もいると思いますけど、肌のね調子を整えるというか、あの綺麗に保ちたいので、ダーマペン4ってやつを月1とかでやってるんですけど、それ終わった後ってやっぱり結構赤みがしばらく出るので、その時にあの緑の赤を打ち消してくれる緑色のカバーの下地がないかなと思って探してたの。しかもで言うと、まあリキッドだったらね、まあいいかなと思うんだけど、クッションだとよりこう、なんていうのかな、あまり刺激しないでサササって乗れるし、時短だし手も汚れないしいいかなと思って、
緑色のクッションタイプの下地が欲しかったんですけど、クッションで緑って探すと案外日本だと売ってなくって、結構唯一ぐらいで売ってたのがこちらだったんで買いました。エチュードハウスのねクッション系って結構カバー力も高いっていう感じだから、緑もしっかり緑色が出てくれて打ち消してくれるんじゃないかなと思ったんで買ったアイテムです。次施術して顔が赤くなった時にどんぐらいね打ち消してくれるのかなっていうのは試してみようと思います。っていうレスキューアイテム系で買ったやつです。では次、ホリデーコレクションでボビーブラウンのリップを買ったんだけど、その時に気になってて一緒にネットで買ったファンデーション、こちらボビーブラウンのインテンシブスキンセラムファンデーションです。これが N のね12番ポースリンっていうカラーですね。ポースリン強そう、ポースリンっていう感じ、なんかねバケボすごくおしゃれな感じなんですけど、これどうなの、なんか良さそうかなと思って買ったんだけど、なんか美容液成分結構入ってますよ的なやつだっけ。色味は大丈夫そう、すごいなんか伸びがいいスルンとしたやつだね。結構なんかクリーミー、あちょっとでよかったな、すごい見て広がっちゃって今大変なことになっちゃって、あ香りは、そうそうそう、ボビーブラウンってさ本当にこういうなんていうのかな、ハーブっぽい感じ香らせてきちゃう時間帯あるよねっていう感じで、ちょっとハーブっぽい香りがするアイテムですね。まあこれ持ち具合だとか、まあ今の時期だとねちょっと乾燥が気になるんで、そこら辺も含めてまたちょっとね使ってレビューしていきたいと思いますっていうやつでーす。じゃあ次はですね、ドラッグストア系で買ったコスメたち紹介です。最初はセザンヌでリピ品からこちら、私これがすごい好きなんですけど、セザンヌのラスティンググロスリップの101ブラウン系、これがねもう前のやつがボロボロになっちゃったんで入れ違いでってわけじゃないんですけど買いましたね。で最新で出たさ、なんか外側が白くパッケージになってるやつも好きなんだけど、あれはねちょっとね乾燥しちゃう感じなので、こっちはもっとねうるうるになってくれるから気にせずさらっと塗れてすごい好きなタイプですね。これはもう本当に私めちゃくちゃセザンヌの中では一番好きな、去年の秋にね新しく出たっていうやつで出たやつなんですけど、そこからねずっとお気に入りで使ってるので、これはリピ品で買いました。で2つ目はですねこちらですね、はい、セザンヌのシングルカラーアイシャドウの6番ですね。これも私がすっごい好きそうな色でしょ、可愛かったから買っちゃいました。すごい良さそう、これカラー的にはオレンジって言っていいのかな、ブロンズっぽい感じだな。私なんかアイシャドウって本当にブロンズっぽいカラーとかそういうテラコッタとかなんかそういうカラーがすごい好きなんですけど、良さそうだったんで買いましたね。粉感としてはちょっとしっとりしてるやつがね私はすごい好きなんですけど、どうでしょうか。あ、いいよ、私すごい好きだわ。こんな感じぐらいで結構なんか触った時はしっとりっていうか、まあパサパサって感じじゃないから粉落ちしにくそうだし、すごい良さそうですね。これはめちゃくちゃお気に入りになりそうな予感ですね。はい、っていう私の好きでいい質感だったこのセザンヌのねシリーズ、新しいから、新しい結構前かな出たの、でもちょっと持ってなかったんでね新たに買ったやつです。はい、で次がですねセザンヌ最後なんですけど、こちらタッドコスメ2018年第1位って書いてあるね、セザンヌナチュラルチーク N のこれ5番。こういうなんか目元をねやっぱ濃いメイクにすることが多いから、チークとかはね薄めのカラーが欲しくってどうかなと思って試したくて買ったアイテムですね。あ、なるほどね、細かいパール感ありつつヌーディーな感じ、まあ、すごく使いやすそう、何にでも合わせやすそうなカラーなので、はい、いいかなと思います。ってわけで今度ねメイクするときに使ってみて、はい、やってみようと思いますね。もうちょっとくすんだカラーでもよかったかなって感じだけど、まあそれは贅沢ってもんですね。はい、というわけでじゃあ次はねこちら、じゃじゃーん、 UV ウルトラフィットベース N、 このシリーズで確か使ったことなかったかなと思うんだけど、セザンヌの下地だと皮脂テカリ防止とかもね結構好きで使ってきたので、他のシリーズもどうかなと思ってっていうやつですね。でこれライトピーチってカラーなんですけど、昔はねもう本当にピンクとか青系とかでいかに肌を白く見せるかっていうことを考えてたんだけど、なんかこうナチュラルに自然に見えるカラーっていうのもいいなと思ったんで、ここら辺のライトピーチなんてカラーもいいんじゃないかなと思って買ってみましたね。やっぱ下地で少し色がついてくれてると補正力もあるから、ファンデーションですっごいカバー力が高いの使わなくてもいいかなと思ったんですけど、意外とこれあんま色つかないね、少し色ついてるけどそんなに色はつかない感じだから、ちょっとまあこれもまた試してみようと思いますっていうやつですね。は
はい、次はですね、なんとなくこれ松木用の買ってた時で一緒に買ったんですけど、こちらです。じゃじゃーん、ロート製薬のリップザカラーで、リップに色がついてるタイプ。前にパブリックオーガニックとかだっけ、アルジェランとかだっけ、なんかあそこら辺のやつでさ、色付きリップめっちゃ可愛いよみたいな話してたから、多分それで気になって買ったんだと思うんだよねっていうやつなんですけど、まあ、リップで色がついてるやつ、なんかこう何も考えずにスルスル塗れるタイプのリップが欲しかったんで買ったっていうやつですね。はい、これもまた使ってみます。で、もう一個は別のやつは、ね、こんな感じ、ちょっと面白かった、タイトルが気になったんで買った、錯覚ティントリップ。ちょっと意味がよくわかんないから買ってみたんですけど、なんかすっぴん発色になってくれる錯覚ティントリップクリームっていう、ちょっとよくわかんないよね。惑わせコーラルだって、アップルティーの香り、いろいろ難しいところがあるけど、24時間いつでもリップケアってもんだから、まあリップにはいいものなんじゃないのかなーっていう、なんかちょっとタイトルが気になって買ってみたいって。あ、でもなんかアップルティーってか、なんか柔らかい優しい香りがする。あ、好き好き。なんかもうバームに近いようなタイプだけど、ほんのりこう色がついて血色がよく見えるよみたいな、そういうことなのかしら。でもティントなの、ティントなの。あ、水分の色に反応して色がつくよみたいなタイプのやつっぽいですね。ちょっとまたおもろいなと思ったんで、はい、これもよかったらまたね紹介します。はい、で最後はですね、これもね面白い、メンタームんとこだ、リップドレスティントボルドーってやつで、ちょっとすごそうな色だけど試してみようかなと思って買ったやつ。似合うかしら、私こういうから咲乃ちゃんめちゃくちゃ似合いそうって思いながら今開けちゃってみてる。ちょっと気が向いたから塗っちゃおうかな。でもこれもバームなんだ。バームでした。案外可愛くない、結構パッケージの感じの色味感とはちょっと違うけど、すごい可愛い色ですね。こんな感じ、ちょっと色変わってくのかな。時間が経っても色が残るオイルリッチな付け心地で、乾燥した唇にもスルスル、確かにスルスル塗れた。重ね付けするほど大人な印象にっていうんで、まあバランス見ながら濃さはっていうことだね。スクワランとかホーバーとかシアバターとかが入ってますということでね、結構可愛い色なんじゃないかな。うん、塗り心地バッチリなんで、結構使いそうな予感がするリップですね。はい、ちょっとカシスっぽい感じの色味だけど、そこまでなんかカシス寄りじゃないから私も使いやすいかなっていうカラーで、あ、良かったかも、案外良かったですね、初めて買ってみたいな。はい、っていう感じです。はい、っていうことでですね、今んとこ韓国コスメとドラスト系行ったんですけど、次はね、あ、アマゾンで大量に買ったの。私クレンジングバームがすごい好きで、デュオとかね使ってきたんですけど、昔ってねあんまりクレンジングバームでこうなんかいい感じのってなかったんだけど、最近めちゃくちゃ種類が出てたから、ちょっと比較したくて、なんかいいの探したいなと思ってめちゃくちゃ買ってみちゃいましたっていうものをいっぱい紹介していくね。1個目こちら、ボタビータの植物バレのクレンジングバターっていうやつですね。保湿ケア、毛穴汚れオフみたいな、なんかそういう感じっぽいんですけど、はい、気になる。開けてみるね。あ、めちゃめちゃ匂い薄めで優しい香り。これはいろんな方が使えそうな優しいほのかな香りよ。まるでスケートリンクのような、そんな感じが眼下に広がっております。うん、まあなんか優しい感じのほのかな香り系ですね。はい、まあ落ち具合とか、あとはウォータープルーフでもしっかり落ちるのかとか、洗い上がり感、ぬるっとしてないかとか、落ちやすいかとか、そういう部分もね含めてやってみようと思います。っていうので1個目で、2つ目がこちら、まさにデュオの前のパッケージに似てるんだけど、インククレンジングバーム。パッケは前のとほんと一緒なんじゃないのかなっていう感じなんだけど、まあ多分似たような製品ってたくさんね出てくるからね、そういうことなのかな。こっちが元からあったのかな。パッケは非常に前のやつにそっくりですね。まあデュオは最近というかケースは変えてきたんですけども、まさしく、うん、あ、無臭、無臭だ、まさしくディオっぽい、そんな感じのやつですね。バームね、いいよね。ちょっとめんどくさいかなと思う人もしかしたらいるかもしれないけど、私結構好きなんですよね、あのとろける独特の感じ。はい、っていうので2つ目で、3つ目がですね、こちらです。じゃーん、クレージュのクレンジングバームモイストですね。クレージュってシャンプーとかあるメーカーかなっていう感じがするんですけど、これはプレイが入ってんのかしら。同じようにこういうスパチュラがついておりますけども、あ、ちょっとハーブっぽい感じの香りで、クレイ入りかな、グレーっぽい感じですけども、私デュオだと3種類出てて、クレイが入ってる美白のねやつが一番好きなので、もしかしたらこれが一番好きかもしれないけど、そ
そういうやつなのかな。クレイ×シアバターって書いてあるから、やっぱクレイが入ってるねっていうタイプですね。はーい、これが3つ目で、4つ目がこちら、じゃじゃーん、ウルタスです。で、ウルタスはやってみると、あ、ケースは同じかな。はい、またまたこんな感じです。で、まあ開けてみると、ちょいちょい中蓋とかは違うけど、まあ同じような白いパームが入ってますね。大きく違い出てくるのかなっていう感じがしてきちゃったけど、だからこそ楽しみなんだよね。抜きん入れてこれがすごいっていうものがね、あるかもしれないから。はい、で、次が最後かな。一応バームで買ったのはこちらです。じゃじゃん、インナップ EX クレンジングクリーム MD ってやつですね。これは他のよりちょっとだけ量が多いのかな。あ、これは蓋じゃな、中じゃなくて外についてるタイプで、ふーん、あ、あれ間違えちゃった、クレンジングクリームだったね、間違えちゃった。私ってば、この形だから絶対クレンジングバームだと思ったんだな。ちょっと間違っちゃったんで、これはちょっと違いました、違いました。ということで、比較は 1,2,3,4 種類だね、とあとデュオっていう感じになるんですけど、まあこれはおいおいやっていこうかなと思います。というかね、ちょいちょい違いがあるんじゃないかなと思います。で、次はなんか結構人気で使ってる人も多いこちら、やっとね買ったんだけど、無添加洗顔クレンジング米ぬかとかが入ってるやつね。はい、これすごい気になったんで買ってみました。なんかみんないいよいいよって言うからね、どうかなと思って、米ぬか酵素洗顔クレンジング、酵素の洗顔とか、私パウダーのやつとかもね大好きでよく使ってたんですけど、多分ねいい感じなんじゃないかなと思います。で、もう一個これもなんかいいよって言ってて、ポンさんとかも使ってたっけ、なんか気になったんで、ピーリングすごい大好きなんで、サンソリッドのスキンピールバーハイドロキノールを買ってみました。はい、これもなんかボディにも使えるしね、いろいろ使ってみたいと思います。ハイドロキノール、いいね、ピーリングとか大好きなんで、はい、こちらも使っていきたいと思います。で、次はですね、セフォラで買ったものを、セフォラでまあクリスマスのやつだとトゥーフェイスの買ったと思うんですけど、その時に他にもいろいろ気になってるのまとめて買ったんですよ。こちらもまあまあいろいろいっぱいあるんですけど、またこれクレンジングだ。こちらですね、こちらはなんかね、これも同じようなバームみたいなタイプだったんじゃないかな。こんな感じのやつで、あ、そうそうそう、バームタイプで、ちょっと緑っぽいやつ、香りはちょっとレモンの飴みたいな、レモンの甘い飴みたいな香りがするんだけど、どうかなと思って買ってみたやつ、どうなんだろうね。で、これもまたスパチュラ的なスコップみたいなのね、入ってるタイプなんで、これも一緒に比較をしようっていうやつです。で、次がこちらです。はーい、アボカドメルトアイスリーピングバス、アイケアもちゃんとしないといけないなって最近すごい思うんですよ。特に乾燥するシーズンになるとね、ここら辺とかここら辺とかね、気になる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、なので買ってみました。え、こんなだったっけ、かわいい見て、パケがかわいい、ガラスだ。で、ちょっとちっちゃいね、アイクリームのやつで、ちっちゃい、かわいい、小人さんのスプーン、小人さんのスプーンがついてるよっていうね、そういうメッセージ性を込めたアイテムかなと思います。すごいパケがかわいいね。これ香ってみると、あ、でもなんか割と香りは全然強くない感じですね。うん、まあなんかすっごいいい匂いってわけじゃないんだけど、香りは割と弱めなので使いやすいかもですっていうわけで、こちらもね使っていきたいと思います。アイスリーピングマスクっていうね、寝てる間に塗っておくとマスクになってるよっていう、そういう一石二鳥っていうアイテムが大好きです。はい、次はですね、スキンケア、これすごいね、パケが可愛くて気になってたアイテムなんだけど、有名だと思うんだけど、じゃじゃーん、こちらですね、セフォラ行くとよく見るんですけど、バッチャって読むのかな、バイオレットシーブライトニングセラム、もっとね透明感としっとりプルッと水分感を出していきたいっていうことで、ブライトニングいろいろやってるんで、ちょっとねパケがすごいいつも可愛いんですよ。これなんか入れ物とかもこんな感じで入ってて、こう箱に返ってるから、ちょっとねお金かけてておしゃれな感じのやつなんで、美容液使っていきたいと思います。まあちょっとね今も試してて使ってるものがたくさんあるので、順番がちょっと遅くなってはしまうんですけども、はい、おいおい使っていきたいと思います。で、次がね同じシリーズのこちらですね、 The Deep Cleanse、 クレンジング、いいですね、非常にいいですね、かわいい、いちいちパケがかわいいわけなんだけど、クレンジングかな、うん、そうだね、ちょっとジェルっぽい感じ
ぽいので、ちょっとこれもまた使ってみたいと思います。香りはちょっとマナラっぽい香りがする、そんな感じの香りがしますね、クレンジング的に言うと。はい、これも使います。パケ可愛いですね、プレゼントとかにも良さそうなパケです。あら、ピーちゃん、ピーちゃん、はい、やる帰宅っていうことですね。駆け足で次、次はですね、こちら、じゃじゃーん、名前が面白くてちょっと引きつられて買ったゴーストオイルってやつで、なんかオイルだけど割とサラッとして、まるでオイルつけてないかのような触り心地だよっていうような意味でゴーストオイルってやつっぽいんだけど、オイルすごい好きなんで、髪の毛とかも私割とオイル系つける方が好きなタイプなので、楽しみで買ってみたアイテムですねっていうやつです。ゴーストオイル、響きがいいよね。はい、で次はですね、こちらです。これ結構見たことある人いない、ナンバーいくつみたいなやつ、ここのこのオイル、ちっちゃいけどちょっとねそこそこのお値段するんですけど、なんかねいいらしいんだよね。こんだけちっちゃいんですけど、これは顔じゃなくてね部屋用なんですけど、まあ旅行持ってくのにもちょうどいいしって思って買ったやつですね。香り大丈夫かな、あ、香りはちょっと柑橘系っぽい。あ、おかえり、おかえり、どうぞ、はい、おかえりなさい、あ、どっか行ったわ、はい、っていうビタミンのグミみたいな感じの匂いがするので、あ、思った感じとは違ったけど、結構ちょっと思ったよりかはサラサラかもしれない、そういうテクスチャーですね。はい、っていうのを買いました。で、ここのがね結構髪の毛のアイテムいいよって言われたんで、ホリデーセットなんですけど、ザ・コンプリートヘアリペアスタシステムってやつ買ってみました。ちょっとねめんどくさいんだけど、このプレシャンプー、シャンプー、コンディショナーと最後がボンドスムーザーサラサラにしてくれるのかなっていうやつがねあったんで、ちょっとミニ1個セットなんですけど試してみたいかなと思います。やっぱりね定期的に髪の毛にトリートメントとかかけてるんですけど、カラーも結構毎回変えたりするし、なんか家でもねちゃんとやれる時間があるときはやろうかなと思ったんで、これどれぐらいの頻度でやるんだろうな、週1とかぐらいやるのかなっていう感じなんですけど、はい、こちらもねやってみようと思います。で次はですね、こちら、これはねあの韓国コスメなのかな、ちょっと色味が可愛っぽそうだったんで買ったアイシャドウです。カジャって読むのかな、はい、有名だよね、ちょっと読み方がよくわかんないんですけど、チョコレートダリアってやつかな、8番ですね。で横見るとわかるんですけど、こんな感じで1色目、2色目、3色目って感じで入ってて、なんか使いやすそうだなと思ったんで買いました。1色目はすごいね使いやすそうなハイライトっぽい色なんですけど、 2,3 色目はマットなので、はい、いいバランス感で使えるんじゃないかなと思ってた。あ、かわいい、ちょっとねピーチ寄りな色っていうか、ピンクシャンパンみたいな、そんな色味なんですけど、すごい使いやすそうですね。ってわけでこのシリーズ買うのは初めてだったんですけど、なんかパケも可愛いし気になったんで1個ね買ってみました。でセフォラでの買い物あと3つなんですけど、あとは全部パレットです。で1個目は前から欲しかったやつ買っちゃいました。こちら私の大好きなフーダビューティーのパレット、フーダビューティーのアイシャドウが本当に大好きすぎて、ほんと毎日使ってます。これのやつでね、じゃあみんなも一緒に見てね、オープン、じゃらーん、かわいくない、このさギラギラのギラギラのカラーとかさ、もう絶対落ちるからなんかつけないとっていうのはあるけど、なかなかこんなのないか。これとかさちょっとミシャのやつっぽい感じの色味だけど、すごい可愛いから買っちゃいました。早く使いたいな、早く使いたいわ、このキラキラを使って目元をプリンセスにしたい、そんな気分の時にやっていこうと思います。はい、で続いてもねフーダなの、フーダなんだけど割と新しめに出た、私がいつも使ってる方のサイズのパレットなんですけど、2種類出てたんで2種類買っちゃいました。こちらいつもね紙だと思うんですけど、今回ねプラスチックで出てたんでね、髪の嫌いな人でもねいいかなと思います。でこっちがフーダビューティーミディアムヌードオブセッションズ、こっちがリッチヌードオブセッションズってやつですね。で見てみると、はーん、かわいい、かわいいな、なにこれ、なにこれ、かわいいな、かわいいな、何も言う必要はない、ひたすらにかわいい。こういうねときめきメモリアルなコスメは私もね作っていきたいなと思っているので、いろいろね買って試そうかなと思って買ったやつですね。もうめ
ちゃくちゃ可愛い。こういうの見てるだけで多分もう3時間ぐらい経っちゃうんじゃないかなって思うんだけど、そんぐらいめちゃくちゃ可愛いので、本当にフーダはねぜひ海外行ったら買ってほしいし、まあ日本からでもね買えるので、ぜひぜひこの開けた時のうわーっていう感情をシェアしたいなっていう感じですね。ぜひ買ってください。はい、でセフォラで買ったものはこれで以上です。はい、でですね、最後がですね、またこれアドベントなんだけど、ちょっとおもろいやつを買ったんだけど、こちらです。じゃーん、見てん、なんだと思う、こちら The Spicery って言って、こちら実はスパイスのアドベントカレンダーで、全部カレーなのをね、めちゃくちゃ面白くない、そういう遊び心、イギリス本当持ち合わせて大好きなんだけど、そういう面白いアドベントもあったからね、毎日毎日カレーを作っていこうと思ってるの。だからみんなもついてきてねっていう感じのアドベントカレンダー。で他にもなんかここネットで買ったんだけど、実はで言うとあっち行った時に買ったんじゃないんだけど、なんか面白くて、なんかいろいろスパイスセットみたいのがあったから、もうスパイスめちゃくちゃ、私もうなんかインドの方ですかって、毎日スパイス食べる方のね地域の方ですかっていうぐらいいろいろなシリーズ買ったので、しばらくスパイス習慣続きます。私クリスマスまでずっとカレーの生活続きますっていうことでね、今宣言しておくんですけども、ケバブとかパケもめちゃくちゃ可愛くないですかっていうことで、こういうね遊び心のあるねスパイス屋さんでちょっと今年初めて買い物してみたんで、はい、なんかいろいろね作り方とかも書いてあるみたいなんで、開けてみると、なので作ってみようと思います。ライブ配信でみんなと一緒に毎日クリスマスまでカレーを作るよっていうのをねやってみようかな、やれないかなみたいな感じの気持ちでいるので、もしやる場合はぜひ付き合ってください。はい、というわけで最近買った購入品はこんな感じでした。まああのスパイス系とかねちょっと面白いものもあったので、またこちらを開けていきたいかなと思うんですけど、まああとは大好きなフーダのアイシャドウも届いたりとか、ヘア系のアイテムとかも最近は結構買ったりもしてるんで、そこら辺も試したいと思います。でもともと結構人気があって、あの買ったものとかもあるので、使ってみてどうだったかっていうこともまたまたレビューしていきたいと思うので、ぜひそのターンで見てください。はい、というわけで今回の動画はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。